はあ、え、こんばんは、はるけです。今回はラリーが FC プロで使われている選手たちを紹介していきたいなと思います。現在開催中のラリーが選手を中心とした世界大会になってます。スカット制限としてはですね、総額2000万コインまでのスカット、そしてですね、ラリーがに、所属歴があるアイコンだったりヒーローの選手が最大3名までと。で、あとはですね、アルティメットバースデーですね、バースデーだったりバースデーアイコンの選手を1枚入れないといけないというふうなこと、あとはですね、4名ですね、アイコンまたはヒーローの選手最大4人まで入れれるというふうなスカット制限になってます。まあラリーが中心ということで、ラリーがのね、メタ選手がわかるんじゃないかなというふうに思います。それでは早速紹介をしていきます。こちらがラリーが FC プロで使われている選手たちになります。スタメン11人がですね、特に使われていた選手たちになってますね。まずはキーパークルトワですね。今大会ではほぼほぼクルトワかな、この金のクルトワが使われてましたね。他にもなんかこう違う選手がいたんですけど、もう8割9割ぐらいはクルトワやったかなと思いますね。そこまでコインをかけたくないというふうなこと、あとはね、身長も高いし、それなりにね、戦えるというふうなことでクルトワが選ばれていたのかなと思います。で、そして続いては右サイドバックカフーですね。カフーも結構使われてましたね。この新しいカフーになってますね。ゴラッソアイコンのカフーになりますね。かなりスカット総額2000万なんで、こういうサイドバックで100万超える選手も全然入れている方が多かったですし、そうですね、やっぱサンダーソラックとかベースではなくゴラッソのカフーというふうなことで非常にね、強さを見せてくれていた、そんな選手になってますね。で、そして2センターバックアラウホ、そしてミリトンですね。こちらバースデーの2人というふうなことになってます。アラウホね、それこそ自分が今ね、試合をやっててあんまり相手に見ることないんですけれども、やはり強いなというふうな選手になってますね。ラリーガっていうことになってくると、ほぼほぼ入ってくるだろうなというふうなことで、この人も非常に、使われてましたね。それこそ右サイドバックとかもね、大体ポジション持ってるんで、カフーじゃなくってアラウホちょっと守備的に行きたいっていう方は RB にね、アラウホ置いていたりとかはしました。ほんと守備力高いし、ペースもねあってね、フィジカルも強いっていう風なこと、あとは逆足がね、5位になってるってことも素晴らしいのかなと思います。で、あとはミリトンですね。ミリトンも本当によく使われてましたね。使用率で言うと8割9割ぐらいはあったかなと思いますし、逆足3という風なところだけですね。他はあんまり不満はないかなと、使っていて不満に感じる方は少ないんじゃないかなと思いますし、やっぱペースの速さっていう風なところと、守備力はもちろんですけど、予測のプラスがね、新しくついたミリトンという風なことで、素晴らしい選手になってますね。で、そして左のサイドバックがメンディですね。メンディほぼ 100% ぐらいだったかな。カフーとメンディで両サイドバックっていう方が非常に多かったですね。ラリーガっていう風な縛りがなくても、多分かなり使用率は高い LB 選手になります。本当自分はトップだと思ってるんで、この選手がね、 LB で、なんでラリーガってところの大会ですけれども、他のね、選手たちが入ってきても LB はメンディ任せたいって方が多いんじゃないかなと思います。値段はかなり高いんですよ。 LB としては本当に多分400万500万ぐらいする選手にはなるんですけど、スカット総額2000万という風な中で使われていたという風なことですね。スキル4、逆足5という風なことと、あとはもう能力は凄まじいですね。本当何でもできますし、守備にも攻撃にもっていう風な選手で、もう最強選手になりますね。で、そして中盤3枚ですね。デヨング、ジダン、ベリンガム、この3名ですね。この3名がめちゃくちゃ使われてましたね。で、ベリンガムはもうほぼ100ですね。100%。もうみんなが使っていた、中盤絶対いたっていう風な選手になりますね。この Y のベリンガムですね。Y ベリンガムはさすがという風な感じで、ボックスボックス最強の選手かなと思います。本当に攻守にわたって、活躍をし続けられる選手という風なことになってました。あとはジダンですね。フューチャースターアイコンのジダンという風なことで、この人も非常に、使われてました。中盤の選手として選ばれることが多かった。
ターですし、やっぱりゴーゴー、素晴らしいですし、能力もすごいですね。本当にレーサーも98まで行ってますし、身長自体はね結構高めというか低くはない選手になるんですけど、持ちやすさがあったりとか、パスもめっちゃうまい、決定力もめっちゃ高いっていう風な選手になっていて、あとは守備をねできるっていう風な選手になるんで、まあもう完璧ですね。であとはデヨングですね。バースデーで強化をされたデヨングという風なことで、この人もかなり強いですね。あとまあ本当ベリンガムとかほどではないんですけど、ただ8割9割ぐらいは使用率あったかなと思います。やはり強化デヨングは強いなという風なことで、まあ中盤の底を任せる選手としても優秀にはなりますし、あとはね 3CM のちょっと攻撃的な選手としても使えるようにはなったという風なことで、トラックからですねかなり時間は経ってしまいましたけれども、やはり強い選手としてここに選ばれてはいましたね。そして前線3枚ですね。ゴラッソアイコン、クライフ、そしてバースデーのアンリとストイチコフと、まあこの3名ですかね、よく使われていた前線の3枚になってます。ゴラッソアイコン、クライフに関してはまあ結構多くの方が使ってはいましたね。こういうのも使用率はかなり高かったですね。ゴラッソの人もいれば、サンダーストラックの人もいました。まあどちらも最強のクライフという風なことでですね、やはり55ということ、素晴らしいですし、能力はすごいですね。本当にこういうのを使ってればだいぶ勝つのが楽になるという風な選手になってますし、それこそラリーガっていう縛りをね、まあ、飛び越えて全部の全員使ってもいいよっていう風な中でも多分クライフは入ってくる、それぐらいのねもう本当メタ中のメタっていう風な選手にはなってますね。であとはまあアンリーですかね。バースデーアイコンのアンリー、アンリーはね今作結構人気ですね。ラリーガ FC プロっていう風なところだけではなくって、よく世界大会に今作出てきてる選手かなと思います。アンリも結構使用率は高かったですし、このバースデーになったことで、まあ、スキル5という風な選手になってます。あとは逆足5のバージョンもあるんですけど、逆5のバージョンを使っている方もおられました。ただアンリっていう選手は結構使用率高くって、まあこういうのも能力すごいですよね。まあ、軽くなったアンリっていう風な感じなんで、まあ、最強ですよね。ペースとシュートはもう一級品ですし、それからちょっとアンリ重かったんですけど、このバースデーアイコンでドリブルね改善されたっていう風なことで最強ですね、この人も。であとはストイチコフですね。過去作見てもストイチコがこういうね大会に出てくるっていうことは多分なかったんじゃないかな、ほぼほぼなかったと思うんですけど、やっぱりバースデーアイコンで化けたっていう風な選手になりますね。55になってますし、ストイチコフもね全くそのクライフとかアンリとかに見劣りしないぐらい使われている選手にはなってましたし、まあ普通にやっぱ強いアタッカーというか、前線の選手にはなるんだろうなと、そういう風に感じましたね。でそしてついで使われている選手たちを紹介していきたいと思います。まあキーパーほぼほぼクルトワだったという風なことで今回は省いてます。でセンターバックですね。センターバックはブランですかね。まあミリトン・ブランっていうコンビもいましたし、ブラン・アラウホっていうコンビもいました。まあこのセンターバックミリトン・アラウホに次いでよく使われていたのはブランかなというふうには思いますね。こういうのバースデーアイコンでかなり強化をされまして、多分逆語のバージョンの方が多かったかな。スキル語のバージョンは多分ほぼほぼ使っているの見なかったので、まあこの選手、このバージョンのブランがよく使われていたという風なことですね。まあまだまだ全然強いっていう風な選手、意外にもペースの遅さっていうのは気にはならない選手になるので、まあメタ中のメタっていう風なセンターバックですね。でそしてあとはリュディガーですね。まあ少しコインを抑えたいっていう風な方はリュディガーかな。まあリュディガー、アラウホ、あとはまあそれこそリュディガーブランっていうのもまあいましたし、まあそこはちょっとこうコインの兼ね合いで、ついでちょっと安くで使えるっていうのがこのねバーサスのリュディガーだったかなというふうに思います。であとはフューチャースターバルデーですかね。一応両サイドバックに置けるっていうふうなことはいいポイントにはなるんですけど、ほぼほぼねもうカフーとメンディだったんで、ここはコインの兼ね合いですかね。メンディちょっと高いなっていう人、まあもうちょっと中盤とか前線にコインかけたいっていう方はメンディを変えてバルデとか
にはしてましたけど、ほぼほぼやっぱりメンディーカフーのコンビが、うん、もう鉄板でしたね。なんでここはコインの兼ね合いで、まあ、ついで使われるサイドバックって言ったらバルデが多かったかなと思いますね。でそして中盤ですね、ギュンドアンです、ギュンドアンもなかなか使われてはいましたね、多分 3CM の一角っていうよりかでも守備的なのかな、真ん中に使っている方が多かったような気はしますね。もうちょっと攻撃に違い作れるやっぱ選手がいるんで、そうなってくると真ん中にボンと配置をしてね、まあ予測のプラスとかがついたっていうのは一つ大きいかなと、思いますし、守備力もね高くはなりましたんで、このファンタジー FC でちょっと強くなったギュンドアンが選ばれてはいましたね。であとはシャビアロンソですかね、シャビアロンソもここですかね、ど真ん中に置いている方が多くて、ギュンドアンとシャビアロンソを一緒に使っているスタメンでいるっていう人はまあほぼほぼいなかったので、なのでここの、まあ、2CM っていうよりかは真ん中のボランチをどうするかっていう風なことでシャビアロンソも使われてはいましたね。まあゴラスアイコンでかなり強化をされたという風なことで、まあ守備的にも振る舞いますし、あとは今週とかも打てるっていうのもいいポイントかなと思います。あとはロングパスかな、このプラスっていうのは非常に重要になりますし、まあ素晴らしい選手として強化をされてここに使われていたという風なことですね。であとはシャビかな、シャビは 2CM どっちか、まあほんとベリンガムが 100% ぐらいだったんで、まあ次弾に変えてシャビという風なこと、まあここもちょっとコインの兼ね合いですかね。でちょっと 2CM の一角でシャビっていう風な方がまあおられましたね。まあ全然シャビも非常に強くなりましたし、現環境でもね結構トップクラスの CM の選手にはなりますので、まあ十分、まあ使ってる方も多いでしょうし、この大会でも全然使われていたという風な選手になってますね。であとは前線ですかね、ブトラゲーニョですね。ブトラも十分に使われてはいました。この5-5になったブトラですね、バースデーアイコンでスキルが5になって能力も高くなったという風な選手になってます。決定力は高いし、ペースも速いし、あとはドリブルむちゃくちゃ持ちやすいのにテクニカルのプラスもついているということで、非常に止めにくい選手になってましたので、この大会でも使われていたというふうなことになってますね。であとはスルロットですかね、バースデーのスルロットになってます。この人もよく使われてましたね。それこそ空中戦だけで言うとクライフにもアンリにも負けないっていう力を持ってますし、まあそうですね、世界大会を見てでも、まあ、ワイハーランドから始まり、空中戦を使っていく戦い方っていうのは今作非常に人気になってますし、止めれへんなっていうね戦術にはなってますので、そういうところでやっぱクロスを、まあ、空中戦ですかね、空中戦を使うっていう意味ではスロットはちょっと欠かせない存在になっているのかなと思います。あとはかなり値段が安いんで、まあこの選手を入れておけば他にもねコインを回せるっていうことも非常にいいポイントにはなってますね。本当空中戦でヘディングで、ね、競り勝って叩き込むっていうシーンもこの大会何回もありましたし、もう無理やみたいな、ヘディングで、あ、これクロス上げられたら終わったなみたいな、そういうシーンもありましたので、かなり安い上にちょっと脅威なね存在になっていたというふうなことですね。であとはビニシウスかな、ビニシウス一応これサンダースラックなんですけれども、 TOTY 特別賞のビニもいたというふうなことになってます。まあ全然スタメンで使っている方もおられましたし、スパサブですかね、ベンチにね置いているっていう人もいました。こんな選手がベンチから出てくるっていうことになるとかなりエグいんですけれども、本当にスピードとあとはドリブルっていうふうなところで本当違いがね作れるっていう風な選手、あとはシュートもね全然決めれるっていう風な選手にはなってますので、まあ使用感は抜群ですね。でそしてあとはロナウジーニョですかね、ロナウジーニョも全然いました。普通に使っている方は多かったですし、使用率は高い方やったかなと思いますね。まあスキル500足4という風なことは素晴らしくですね、まあ能力まずエグいですよね、本当に
えぐいなっていう風な感じで、レイさんも97まで行ってますし、ドリブル軽いし、フィジカルもあるし、でパスも上手ければシュートも上手くってペースも速いっていう風な選手になってますんで、まあ最強のアタッカーですよね、この人も。であとはまあトリックスターは人によってですけれども、やっぱクイックステップのプラスがね、新しくついているという風なことはね、素晴らしいですし、あとはテクニカルだったりとか今週なんかもあるという風なこと、まあ明らかなメタ選手ですね。であとはですね、グリーズマンかな、グリーズマンもまあ使われてはいましたね。このファンタジー FC のグリーズマンになってますね。ファンタジー FC でスキルが5になって逆足も4になったという風な選手で、能力に関してもですね、非常に高くなってますね。アップグレは多分あんまりされなかった選手になるんですけれども、これでも十分ですね。うん、もう最強のカードになってますし、まあ、本当にパスもね、うまいっていう風なアタッカーになっているのは素晴らしいですし、あとは決定力も高くですね、まあ、ペースが、まあ、他の選手よりかは劣ってはしまうんですけれども、ドリブル軽くですね、ちょっといなしてパス出すっていうチャンスメイク型の ST になってますので、非常におすすめの選手にはなってますね。であとは R9 かな、 R9 も全然使われてはいましたね。普通に強い選手になってます。一応ベースですね、 TOTY アイコンではないですね。まあコインの関係もあると思います。このベースのロナウドを入れている方も普通におられましたね。で全然普通に点取ってました。もう理不尽さっていう風なところで点を取れる選手にはなってますし、スキルやがしともに5という風なことは素晴らしくですね、もう本当になんか臭さがありますよね。それこそパス能力とか、まあ能力に関しては他の選手の方がいいんじゃないって思ったりすると思うんですけど、やっぱこの人のね、謎の力っていうのはトッププロの方も認めてはいますし、まあだからこそ多分使われてる、ベースでも使いたいっていう人が多いっていう風な中で言っても、まあ謎の力があるっていう風なことで、まあまだまだね、ベースでも多分最後までいける選手にはなってますね。まあという感じ、こちらがラリーガー FC プロで使われている選手たちになります。少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。